はい、おはようございます。ゆうひです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はシーラフェスタ2023っていうイベントの中のシーラ釣り大会にね、参加していきたいと思います。こちらですね、初めて参加するんですけど、多分今年から初めて開催されるんじゃないかと思います。簡単に言うと、平戸の立浦で採れたシーラをブランド化したらしくて、その豊姫シーラって言うんですけど、その立浦で採れたシーラを世の人に知ってもらうために開かれる大きなイベントみたいな感じですね。内容なんですけど、シーラトークイズとか、シーラ姿作りショーとか、セリーチとか、シーラ料理コンテストとか、その中にシーラ釣り大会っていうのが組み込まれてまして、長さの部門と脂質の部門、1位から3位まで表彰があるということで、これにね、ちょっと参加していきたいと思います。でまずね、受付に行かないといけないです。昨日の15時から、今日本日の午前10時までに、釣り木の丸金で1000円以上お買い上げの方に参加券を渡されるということで、今日はまずね、受付しないといけないんで、糸島マルキンに行って、なんかルアー買って、この参加券をまずもらいます。そして佐々木釣りセンターに行って、一応広瀬灯台ね、予約っていうか、前回シーラを釣ったので、あそこにもう一回行って釣れたらなーって感じで行こうと思います。検量場所がですね、立浦漁港ということで、そこに12時から14時の間に魚を持ち込んで完了ということになるんですけど、まずシーラが釣れないとちょっとこのイベント参加できないんで、今回シーラが釣れなかったらこの会場にはちょっと行けないです。はい。でもし釣れなかったら、まあ、一日中広瀬灯台の釣り動画になるのかなと思います。このね、シーラフェスティバル参加するためにもね、シーラ絶対釣らないといけないですね。船長に聞いたらね、広瀬灯台もね、毎日釣れてるわけじゃないらしいです、今は。自分が行った時は安定して釣れてたみたいなんですけど、もう最近全然釣れない、全く釣れない日もあるらしくて、今日ね釣れるかどうか全くわからないです。動き回ってる魚なんで、回遊してたらチャンスあるよって感じです。しかも午前中のうちに仕留めないといけない。もう本当わかんないですね。行ってみないとわかんないです。今回ね、シーラ釣り大会なんですけど、釣れた場合以降内容がすごいボリューミーになるんですけど、釣れなかったらただの釣り動画になると思いますので、どうぞよろしくお願いします。受付票をもらってきます。はい、無事に参加券ゲットしたんで、ちょっと後で見せますね。到着。はい、ただいま佐々木釣りセンター到着しました。2時52分ですね。参加券をね、無事ね、ゲットしたんで報告しておきます。審査方法は、ショア・オフショアから釣り上げたシーラ1匹の長さと脂質で競いますということで、大きい磯も多分大丈夫だと思います。平戸一帯で釣ってきたシーラを審査対象とするということですね。長さの部分と脂質の部分ってすごいですね。脂質ってどうやって測るんだろうって思いますけど、なんか測定器があるんでしょうね。まあ、とりあえずね、ちょっと頑張ってみます。ありがとうございます。また来ました。昨日帰って。ああ、そうですか。連休取ってたんで、釣りに行こうって。帰りの車の中で。ちょっと日の出は早めに出ましょうかね。あ、わかりました。12時でじゃあ、とりあえずお願いして。はい。4時半、先に広瀬にあげに行きます。4時半出船です。もう一人降りてもらっていいですかね。
ございます。今日よろしくお願いします。よし、4時40分、かなり早く着いてます。今回の動画ですね、ちょっといろいろあっていつもと違う感じで作ってるんですけど、それをね先に伝えておこうと思います。まずですね、全然喋れてないです。釣りしながらね、思ったこととか状況とかを口にねボソボソって言ってね、釣りをいつもしてるんですけど、それがちょっと今回できてます。なんでかというと、周りにね人がいましたし、なんか人がいる前でねこうやって喋ってると、何があったんだろうって思われるのも嫌だし、まあ単純に恥ずかしいんでなんか喋れなかったですね。魚もかかってるんですけど、もう無言の状態で釣りしてた感じでした。こうやってね、アテレコでやっていこうと思います。この日、結構いろんなトラブルもあってて、前日、前々日もね、釣りって、3日連続の釣りになってて、なんだろう、バッテリー類とか、メモリーカードとかも、そのまま継続で使っちゃってて、撮影機材の方のね、設定とかミスってて、固定カメラがスローモードになってました、全部。対馬編でね、スローモードになったのは、見てる人は知ってると思うんですけど、音声が入んないんですよね。映像はあるんだけど、それを4倍速にして動画出してます。ただ、音声が入ってないっていうので、もう最悪でした。で、さらに最悪だったのが、オズモのアクションカムを、ボタンがちょっと硬いんですよね。平まざがかかってるんですけど、それの映像が撮れてなかったです。はい。そこだけ抜けてたって感じですね。まあ後で見ればわかるんですけど、ちょっとライントラブルをその前にして、その後にすぐかかったんですけど、その固定カメラでしか、撮れてなかったですね。まあ、魚も水面まで出てね、映ってたと思うんですけど、まあ撮れてなかったっていう、こっちが。なので、固定カメラ側でしか届けることができない。まあ、それもちょっとアテレコでね、どういう状況だったっていうのはね、伝えようと思います。アテレコとか不慣れなんでね、ちょっと見にくいかもしれませんけど、そういう感じの今回動画になりますね。どうぞお楽しみください。はい、こっからですね、ラインをほどいて、もうこの時押し忘れてますね。で、そのまま釣りに行ってって感じで、固定カメラだけ動いてるって感じです。でも暗い時間帯から投げてて、ワンキャストごとに
なんだろう、空が明るくなるのは分かると思うんですけども、本当明るくなるタイミングでしたね。で、干潮でめっちゃ水引いてて、で左に流れてます、結構川ぐらい流れてて、で左側はもう波立つぐらい、あの浅い、多分2メーターぐらいしかないんじゃないか。でこの状況でかかったらやべえなとは思ってたんですけど、まさかかかるんですよねで、あのシーバスのね、リバーシーバスとかでドリフトさせて食わせるじゃないですか。まさにあんな感じでフラグ引いてて、これかな、この次かかるんですよね。投げてすぐだったもんね、ちょうどカーブに差し掛かったところでかかって、そっから大変だったんですよね。そっから左に行くんですよ。結構かかった瞬間でかいと思って、結構なんだろう、足でポンピングしないとリール負けないぐらい大きかったんで、結構必死にこれ巻いてます、結構全力で。で魚 U の字で寄ってきてて、で左のこのぐらいからもうラインゴリゴリ当たってますね、手前の線で。もう一か八かでゴリゴリやって、なんとかね切れずに寄せてきて、もう姿見えてますね。魚も結構なんだろう、結構大きかったですよ。おお、いいサイズやと思って、あとランディングで取り込みやっていう、もう勝負ありと思ってたところ、まさかのまさかの針外れっていうねもうこの時頭真っ白ですね。でフックを見て伸びてなかったんで、普通に多分右へか朝がかりしてて、もう絶望っすよね、うん。まあこういう状況でした。でその後リーダー見たらもう皮一枚ギリギリ、ルアーもなくなってもおかしくないぐらいギリギリで、そんな感じでしたね。その後はねずっと投げたんですけどね、全然何もなくって感じで、でこの後ねヤズが釣れてるんで、まあ動画見たらわかると思うんですけど、そんな状況でした。魚はね結構6キロ7キロぐらいありそうな感じで、対抗のあるようなね感じでしたね、うん。いやー、もう取れないね、平間さん、なかなか。もう完全にこれはね、自分のミスというか運のなさというかね、もうフックも伸びたんかなと思ったんですけどね、結構力強く引っ張り合いっこしてたんで伸びてなかったし、うん、皮一枚でね、やっぱこの辺にかかってたんですけど、皮一枚でしかかかってなかったのは右でかなっていう、自分はそう思ってますけどね。こっちでね、取れてたらね、魚見せれたんですけどね、もうずーっとうーって浮いてきてたんでね、表面で。まあそういう状況でした。お続きをどうぞ。難しいな。やずか。ヤズですね。
4つ取れました。ちっちゃい、一応持って帰ります。あ、ヒラマサかな。よし、あとは取り込むだけやって、こうもう見えてるんですよ、魚。ちょっとポンと針外れ、今度ってなって。はい、ご視聴ありがとうございました。いやー、悔しい悔しい兆候でした。本当はね、シイラ釣り大会のね企画だったんですけど、まさかあんないいサイズのヒラマサがかかって、しかも手前まで寄せて、で最後逃げていくっていうオチで、この時ね、シイラ釣り大会のこと一ミリも考えてなかったですもんね。バラした後も、あのヒラマサもう二度と持ってこないだろうっていう感じで、なんとかもう一回来ないかなって感じで投げてましたね。でも、全然ダメだった。朝一のあの一発だけ。いい魚は。その後はね、全然ダメでしたね。まあ、12時までやって。で、周りの人たちもね、隣の人が釣って、あとはみんな多分釣れてなかったですね。見た感じは。自分と隣の人がヤズ一本ずつって感じの、まあ、渋い状況でした。もう本当この日は残念っていうか、ヒラマサもダメだったし、その、シーラがね、釣れてくれてたらね、そのシーラをシーラフェスティバルに持ってって、結果こうでしたって言えたんですけど、もう何も得るものがなかったっていうね。ヒラマサを逃す、シーラは釣れんし、みたいな、なんかモヤモヤして帰った兆候でしたね、今回。ちなみに、あの、釣れたちっちゃいヤズは、あの、上司が入れ替わりで来るタイミングだったんで、上司にあげて、お孫さんがね、なんかいっぱい食べてくれたらしいです。あの、ヤズなんで油が全然乗ってないじゃないですか。だから、逆によく食べるらしいですね、子供って。油が多すぎると、なんか、多分気持ち悪くなるんだろうね。けど、さっぱりしてるから、バクバク食べて、なんかね、喜んでたよって言ってくれました。結構ね、子供とかね、スーパーの魚食べないけど、自分とかがね、取ってきたあの天然の魚はね、よく食べるんでね。まあ、ヤズって自分たちはね、逃がしたりとか食べない人多いですけど、子供からしたらめちゃめちゃ美味しいらしくて、また上司とかがタイミング良かったらね、ヤズつってね、あげようかなと思います。いやー、悔しいね。あのヒラマサ、ほんと、体高があって分厚い。もう映像は頭の中にね、ずっと焼き付いてて、撮りたかったっすね。でもあれ、針が外れなかったとしても、リーダーが本当半分ぐらい削れてたんで、1メーターぐらいかな ?1 メーターぐらいでもう厚みが半分ぐらいしかなかったんで、釣り上げた時に多分ラインが切れてたかもしれんし、フックもね、浅くかかってたんで、あれがそこの場面でも右でして、魚が逃げてったと思うんで、結果、魚は逃げてたんじゃないかなと思います。すごい突っ込みされた感じではなかったんだけど、体重、魚の重さでね、本当右でしたって感じでした。朝一のね、薄暗いこうルアーを見切りにくいタイミングとかで出るような個体だったんじゃないかなと思います。清瀬灯台結構ね、人が結構入ってるんで、プレッシャーすごいと思うんですよ。だからそういうところで魚もね、頭がいいと思うんですよね。その中で口使わすってなると、やっぱ朝まずめの暗い時間とか夕まずめ、ちょっと視界がね、暗いタイミングじゃないとああいう魚出ないのかなって思いました。とりあえず、ヒラマサも俺も、まあ、ダメージは最小限で済んだかなと。ルアーちぎれてたらね、俺のダメージでかかったし、魚の方もルアーね、ついたまま帰っていくことになったし、まあ、それどっちも防げたので、お互いダメージは最小限でね、お別れすることができたんで、まあ、よかったかなと思います。魚釣りの世界はね、どうしようもない場面はああいう場面ですよね。魚のサイズが選べないのと、針のかかり方。これはね、ほぼ運なんでね、
まあ、そこは手に任せた感じになってるんで、なんとかルアーも回収して魚もダメージなく帰って、ドローですねこれは。ヒラマサ VS 夕日はドローで、今回終わりました。こういう場面でねキャッチする釣り人は本当すごいなと思います。運もねやっぱ味方にしないといけないんで、いやちょっとジグでも逃がしてるし、トップでも今回逃がしたんで、なかなかヒラマサキャッチできないですね。いつ捕まえるんだろう。去年もね誕生日の日とかジグとトップ2発やられてますもんね、双上島でね。なんか今年も同じような状況です。はい、まあ、こういう運命なのかなと思ったりとかしたり、まあなんとかね坊主は逃れましたね、ヤズは連れてくれたんで、ドキドキの兆候でした本当に。はい、ということで今回もなんとかギリギリ坊主は回避して1本ね、あのヤズですけど見せることができました。で次回も平戸に行ってます。また広瀬灯台ですね。はい、次は誕生日バースデーフィッシングの回になりますので、お楽しみにしててください。今回もご視聴ありがとうございました。